熱盛が出てしまいました。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速ゆめみの館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションサロンゆめみの館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回はすべてのマイデザインを自作している素敵なカルパス村に行ってみたいと思います。心地よい夢ご希望かしら。一眠り500ベリでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取り寄せするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでカルパス村に出発。はい、カルパス村に到着。めっちゃ自然に溢れとる。てかなんか地面、猫かわいい。夢の世界へようこそ。あなたは今、カルパスという村の夢見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のカルパスの世界をご堪能遊ばせ。ほら、石も猫やしさ。こっちの草部分も猫。え、かわいい。めっちゃかわいい。いいね。合間にちょっと水が。ん？ハートじゃないよね。猫よね。さあ、それじゃあちょっとお着替えしましょうか。え？お着替え？メガネと帽子のみですか？あ、あとこの傘と。そういう感じ？え、こっち側にもあるとかでは、ないね。見て見て、これなんか、網の部分も猫や。かわいい。かわいい。え、ちょっと、とりあえず、私が見落としとったらいかんけん、ぐるっと回ってみる。え、この三つなんだな。なるほど。光るスターアクセサリー。そして、葉っぱの傘に、葉っぱ？あ、そういうことか。口に加える感じか。なるほどね。はい、こんな感じで、じゃーん。かわいい。何、流浪の旅人的な感じ。そういうことかしら。あ、待って、こっち側に。いや、こっちの方が近いか。いや、でも向こうから回った方が近いか。よし、それじゃあちょっとこっち。お、駅から出てすぐのところに。森の生活と大好き。いいね。ここはあれかな？周りは座れるような感じになったんかな？もしかして。一軒目のお家。あ、どうも、セイチさん。あ、かわいい。カルパス。お、え、旗の位置ってこんな低い位置にもできるん？あ、和風の場合はこういう感じってこと？すごーい。なんか基本的に高い位置にあるのばっかりやんか。え、そうやったよね、きっと。はい、それじゃあ、一軒目のお家、お邪魔します。お、ここは、カフェ？どうも。アムさん、熱盛が出てしまいました。あは。熱盛が出てしまいました。本家。本家っていうのもあれやけど。なるほどね。あの番組のやつね。私実際に見たことはないけど。ここで、スタバみたいな感じかな。こう、コーヒー飲みながら、本を楽しむっていう。いやー、いいな、いいな。ま、でもあれよね。カフェ、私コーヒー飲めんけど、ケーキとかあるんよね。やったらそういうのをの食べに行くというのも、飲むって言った。ケーキは飲み物ではない。そういうのを楽しむっていうので、行くのもいいかもね。はい、それじゃあ2階へ。お？ 2 階は2階で別のお店なんや。服屋さん？え、綺麗。お、びっくりした。椅子があったんや。あ、ここに座って、あれか、椅子の試着靴の試着とか。そういう感じですか。
あんまりおしゃれな店はね、ちょっと、入りづらいと、入りづらいと思ってしまうけれど。でも、かわいい。なんかおしゃれすぎたら自分が場違いな気がしてしまうよね。ここ村長さんのお家やったってことかな。なんか意外とこじんまりとした感じ。はい、それじゃあ、ちょっと2軒目。お、ペーター、かわいい。全然道じゃないところを走ってしまったような気がするけれど。2軒目のお家は、お、赤ちゃん。アプリコさん、よろみー、チャラかった。はい、2軒目、お邪魔します。でも、中は意外と、真面目な、図書室？図書室っていうか図書館。で、ここはなんかあれかな、実習、違うな。あれか、図書検索ができるようになってるってことかな。なんか最近そういう機能あるよね。なんか、ツタヤとかにもあるし。で、この人がきっと司書さんなんやね。なんか、ああいうのってすごい美人さん。美人で頭の良さげなお姉さんがなるっていうイメージがあるけん、ちょっと憧れる。はい、それじゃあ2階へ。ん？あ、2階は、なるほど、映画が見えるんや、ここで。あ、じゃあここでさ、なんかこう、映画を見て、で、下の、まあ、周りにも本あるけど、下の、まあ、図書室？図書館で、その映画の原作を探してみたりとか。え、めっちゃそれ良さそう。え、良さそうじゃない？え、どっちが先がいいんかな？原作先に見てから映画見た方が入れるか。いや、でも私逆なんよね、結構。私、原作だけ読んで映画自体は見んっていうことも結構多いけど、でもその何？俳優さんとかは、なんかこう、把握しとったりするけん。原作を読んだ時にその俳優さんたちが思い浮かぶみたいな。私はそっちの方が入りやすいかも。映像が。ってことで両方見るとしたら、映画を見てから原作だな、私は。うん。その方が楽しめる。森の中の公園って感じ。かわいい。あ、いいね、いいね。か全体的にすごいなんか自然が溢れとって、でもなんかね、汚いとか整ってないとかじゃなくって、なんか、いい感じに動物の森って感じよね。本当になんかみんなこういうとこに住んでそうじゃない？はい、そして3軒目。お、なんだ、2人でなんか話してるのか？どうも、鶴目さん。唐揚げ買ってきてくれない？もしかして今、そんなことを言っていたの？鳥獣人相手に？唐揚げ、美味しいよね、唐揚げ。美味しいけど。はい、それじゃあ3軒目。この家なんかおしゃれ、外装。ん、3軒目は定食屋さんかな？いい感じ。あ、ちゃんと入れる中に。なに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 、急になんか音楽が。びっくりした。お鍋や、お鍋。でも私はやっぱりこのね、海鮮に行きたいっすよね。行きたいっすよね。これは天ぷらそばかな？なんか、あれやね、村の建物の中は全体的にちゃんとした、こういう施設に。え、待って、斧で料理するの？豪快すぎない？怖いんですけど。怖いんですけど。これはあれかな？お客さんにちょっと募金を頼む感じの。何募金やろ。定食屋さんでの募金。コンビニとかってね、結構なんか募金の箱とか置いとったりするけど。ああいうのって、コンビニのは本部がいろいろとね、あの何、契約みたいなのしとるけど。他のお店とかのって、なんかしとんかな。
お、パック。女子力高いね。あら、どなた？流浪の旅人です。女子力高いけど、その格好で外に出てしまっては。はい、それじゃあ最後4件目。でも外装もなんか女の子って感じ。ね、かわいい。ん？最後ここは、あ、美容室？なるほど。最後は普通の家なんかと思った。なるほどね。やっぱこう中も、美容系。マッサージ機もあるよ。あ、ここでシャンプーするんや。なるほど。で、こっちは髪切ってくれるところかな。いいね。ここでちょっと女子力アップ。女に磨きをかけなければ。はい、それじゃあ2階へ。2階は、2階は、あれかな？アロママッサージとかそういう感じ？一応レジがあるけんお店ってことよね。多分ここでマッサージを受けるんじゃなかろうか、と私は思う。何あのポスター？え？何あのポスター？キャラクターの水鉄砲か何かの広告みたいな感じ？トタケケと、誰やろ？葵子、ブースケ？そんな名前やったっけ？と、誰だ？ノルマンとかかな？ノルマンあんなんやったっけ？違うか。そんなグッズがあるならめっちゃ可愛い。買いたい。ほい、お邪魔しました。なんか、ああいうアロマ系とか、とりあえずマッサージ？マッサージというもの、エステというものに私は行ったことがないんだけど、やっぱこうね、あれやん、20代ぐらいになってきたら、周りにね、こう、もうすぐ友達の結婚式があるから、エステに行こうと思って、みたいな。エステとか行く子って本当におるんやってちょっと思うぐらい別世界なんやけど、私的には。もうなんかその辺からして別世界なんやけど、ね、やっぱ女子力高い子は行くのね、エステとか。私は、ね、家でパックするのが、一番の女子力な気がする、私のしてることでは。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。全体的にこう2階建てぐらいの家が圧倒的に多かったけど、全部なんかね、ちゃんとその施設が再現されとって、すごいと思った。